はい、こんにちは、116インズです。今回はずっと中断していた順位予想の方を再開したいなと思っております。まあ、MLB もですね、ちょっと開幕日が具体的にはまだ決まってはいないんですけれども、おそらく来月ぐらいには開幕できそうですし、また先週のドラフトでもマンフレッドコミッショナーが今季は 100% 開幕する、まあまあ何かしらの方法で開幕にはこぎつけると思いますので、今回はですね、ナショナルリーグの西地区の順位予想の方をやっていきたいなと思っております。ナショナルリーグ西地区は現在ドジャースが地区7連覇中ということで、まあ、非常にドジャースの一強という状態がずっと続いているんですけれども、今年のオフシーズンにはレッドソックスからムーキーベッツを獲得しましたし、ドジャースの8連覇そしてワールドチャンピオンというところはあるのか、はたまた他の4球団からドジャースの対抗馬は現れるのかなどですね、まあ、見ていきたいなと思っております。はい、で私の順位予想がこちらになります。今季ちょっと何試合を行うのかがまだ不透明ですので、今までは勝利数の予想も入れていたんですけれども、今回はなしとさせてください。でさすがにやっぱりドジャースの戦力が頭抜けているなという印象がありますので、まあ、ドジャース8連覇になるかなというところが個人的に思ったところですね。ただダイヤモンドバックスも今季結構補強に動きましたし、まあ、昨年は21ゲーム差ついてしまったんですけれども、そこよりかは詰められるんじゃないのかなと思いますね。で3位はまあ昨年最下位だったパドレス、戦力的には十分上位を狙っていけるようなチームであると思いますので、そろそろ頑張ってほしいなというところですね。で4位5位はロッキーズ、それからジャイアンツなんですけれども、まあ、ここの順番はちょっと自信がないんですけれども、さすがにロッキーズの方が上に来るかなっていうところが個人的な印象ですね。では続いてですね、各球団の戦力なども見ていきたいなと思っております。はい、まずは地区優勝として予想したドジャースですね。やっぱりなんといっても打線が強力ですよね。まあ、今年 MLB でも屈指の外野手であるムーキーベッツをレッドソックスからトレードで獲得して、右中間がベッツ、それからベリンジャーと MLB の中でもトップ5に入る選手たちが同じチームにいるということで、いやそんなのありかよってちょっと思ってしまいますよね。でベリンジャーとベッツ以外でもコーリーシーガーですとか、マックス・マンシー、ジャスティン・ターナー、そしてトッププロスペクトのギャビン・ラックスなど、まあ、非常にですねタレントも揃っていますので、打線はやっぱり強力ですね。で先発陣も非常に充実していまして、カーショー・ビューラーのワンツーに加えてレッドソックスとのトレードでデビッド・プライスも獲得しましたし、まあ、プライスはちょっと年俸に見合った活躍ができるかと言われると、まあ、ちょっと微妙なところはあるんですけれども、それでも十分ですね MLB の中でも、まあ、上位クラスの先発としてやっていく力はまだあると思いますので、彼が3番手に入ったのはドジャースとしては大きいんじゃないのかなと思いますね。なので順当にいけば地区優勝は固いと思いますし、その先のプレーオフでも、まあ、ワールドチャンピオンになるだけの力は十分あると思うんですけれども、まあ、ちょっと不安なところはブルペンですかね。昨年はクローザーのケンリー・ジャンセンが、まあ、彼にしては良くないシーズンでしたし、で他の面々であるジョー・ケリーなどのピッチャーも、まあ、ちょっと成績を落としている選手もいましたので、まあ、ちょっとそこが不安かなと。でさらにポストシーズンではこれまで非常にですね前田健太投手に非常に頼ってきた部分もあるんですけれども、その前田投手はベッツを獲得する際にツインズへ放出してしまいましたので、そこが少し懸念点ですね。ただドジャースはこれまで圧倒的な戦力の厚みを武器に17年そして18年とワールドシリーズまで駒を進めてきたチームなわけですけれども、今年はその層の厚さというところをある種捨ててムーキーベッツという選手を獲得してきたわけですから、この戦術の転換がワールドチャンピオンにつながるのかどうかというところは非常に注目したいですね。では続いて2位予想のアリゾナダイヤモンドバックスを見ていきたいなと思います。ダイヤモンドバックスは今季結構積極的に補強に動きまして、FA ではマディソン・バンガーナーを獲得しましたし、またトレードではパイレーツからスターリング・マーテを獲得しましたし、非常に戦力の強化に積極的に動きましたね。でこの2人の新加入の活躍というところもそうですけれども、昨年大ブレイクを果たしましたケテル・マーテが、まあ、スーパースターに成長する1年になれば、本当にですねダイヤモンドバックス一気に飛躍してもおかしくないチームなのかなと思いますね。で先発陣には新しいエースとしてバンガーナーが加わりましたけれども、2番手以降の踏ん張りが非常に重要になってくるかなと思いますね。特に若手の2人、ルーク・ウィーバーとザック・ガレンの2人っていうところがどれぐらい今年活躍できるのかっていうところは、ダイヤモンドバックスの命運を分けるような要素になってきそうですね。ウィーバーもガレンも昨年試合数こそ多くはないんですけれども、しっかり結果を残したピッチャー2人ですし、彼らがしっかりステップアップするような1年となれば、ダイヤモンドバックスのローテーション非常に強力になると思いますし、本当にですねドジャースの対抗馬になり得る存在なのかなと思いますね。ナショナルリーグ西地区は本当にずっとですねドジャースの一強という状態が続いていますので、なんとかですねこのダイヤモンドバックスにはそのドジャースを脅かすような存在に今年になってほしいですね。はい、では続いては3位予想サンディエゴパドレスですね。
パドレスはここ2年間ほどですね、まあ補強も結構積極的にやっていますし、まあ一昨年は FA でエリック・ホズマー獲得して、で昨年はマニー・マチャドを獲得して、決してですね、こう最下位に沈むような戦力ではないと思うんですけれども、ただ昨年は最下位に沈んでしまったと。で、コーンオフはトレードでトミー・ファームと、それからセンターのトレント・グリシャム、さらにはブルペン補強でエミリオ・パガンも獲得して、結構ですね、タレントは充実していると思うんですよね。ただなかなか思い通りにいっていないのが今のパドレスというチームかもしれませんね。で、投手陣に目をやりますと、まあ、先発陣ですね、まあ、クリス・パダックがエースなのはいいと思うんですけれども、2番手以降がちょっと弱いかもしれませんね。ただ今年ディネルソン・ラメットの、まあ、ブレイクっていうところが非常に期待されていますので、ラメットがブレイクすれば先発陣も多少厚みが増しますし、また怪我明けのギャレット・リチャーズについても持っているものは本当にエース級のものだと思いますので、怪我なくシーズン遅れさえすればそれなりのローテーションにはなるかもしれませんね。で、一方でブルペンについては結構盤石な印象ですね。クローザーのカービー・エイツは昨年圧倒的な数字を残しましたし、またドリュー・ポメランツについても前半戦ジャイアンツで先発を務めていた時はちょっと結果は残せなかったんですけれども、ブルワーズに移籍してブルペンに回ってからはかなり数字の方も良くなったので、引き続きブルペンで投げるのであれば十分結果は残せると思いますね。またレイズ時代クローザーを務めていたパガンの加入というところもブルペンにとっては非常に大きいですね。なのでこの強力なブルペン陣にいかにリードを保った状態でバトンを渡せるかってところがパドレス今季の戦術としては一つ重要になってくると思いますね。ただ現実的に昨年最下位で、まあ、70勝92敗のチームが、まあ、いきなり地区優勝レベルまで上がるのはちょっと難しいと思いますので、現実的には2位のダイヤモンドバックスと競るのが、まあ、精一杯ってところかなというところですね。はい、続いては4位のコロラドロッキーズですね。ロッキーズといえばやはり強力な打線が一つ武器なわけですけれども、それはまだまだ健在でして、特に三遊間のノーラン・アレナドとトレバー・ストーリーの三遊間っていうのは打撃の面でも非常に強力ですし、またセンターのデビット・ダールですとかライトのチャーリー・ブラックも、それから面白い存在としてはサム・ヒリアードのように本当に打線はいい選手が揃っていますし、本拠地クワーズ・フィールドの特性をうまく活かしたチーム作りにはなっていると思いますね。ただロッキーズに関してはちょっと投手陣に問題が多すぎるという印象ですね。昨年はほとんどのカテゴリーにおいてナショナルリーグでワーストクラスの成績を残していた投手陣ですし、でその状態がほとんど変わっていないわけですから、ちょっと大幅な改善っていうところもあまり見込めないんじゃないのかなっていうところが個人的な印象ですね。で、打線はそれなりにやれると思いますので、ロッキーズが浮上するためには、あとは投手陣が昨年からどれだけ改善できるかというところにかかっていますので、投手陣の踏ん張りに期待したいですね。では最後はサンフランシスコジャイアンツですね。ジャイアンツは今オフフリーエージェントでエースのマディソン・バンガーナを失ってしまって、で、主力選手の高齢化もかなり進んでいる状態ですね。キャッチャーのバスター・ポージー、ファーストのブランドン・ベルト、ショートのブランドン・クロフォード、サードのエヴァン・ロンゴリア、そしてライトのハンター・ペンスと、もう30代前半から30代後半の選手がまだまだレギュラーとして頑張っている状態ですので、ちょっとあまり劇的な改善は見込めないのかなっていうところが個人的な予想ですね。ポージー、ベルト、それからクロフォードに関しては本当に何年間ジャイアンツのレギュラーやってるんだってぐらいの年数にそろそろなってきてますので、ちょっと彼らに代わる存在がそろそろ見たいですね。で、投手陣に関してはバンガーナが抜けて、エースが怪我明けのジョニー・クエト、で、それ以降がサマージャ、ゴースマン、スマイリー、そしてローガン・ウェブと、まあ正直いいかって言われると良くはないんですよね。なので現状ジャイアンツはポジティブな要素があまり多くはないので、ちょっと今後チーム方針どうしていくのかっていうところは真剣に考えないといけない時期に差し掛かっているのかなと思いますね。最下位は免れたとしても上位進出というところはかなり厳しいのかなと思います。ということで、ここまでナショナルリーグ西地区の順位予想、それから各チームの状況を見てきましたが、いかがだったでしょうか。個人的には今季の西地区は、まあ、順当に行くんじゃないのかなと思いますので、まあ、ドジャースが強いという状況は引き続き変わらないんじゃないのかなと思いますね。で、順位予想に関しては皆さん様々な思いがあると思いますので、ぜひですね、コメント欄で皆さんの予想なども聞かせていただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。